ちは。大阪文字の話です。上田です。さっきの豪雨で、ちょっとやられましたね。髪が。今日は何でしょう。お知らせです。はい。今週末8月の17、18、19で土日月。はい。第78回国民スポーツ大会近畿ブロック大会。国民スポーツ大会って国スポっていうの知ってました？うん、今年かららしいんですよ。あ、今年からな。初耳だったんですよ。初耳ですね、これは。でもしばらくはなんか国体って言ってしまいそうですけど。なかなか浸透しなさそうですね、今。一応世間では国スポらしいです。はいはい。合言葉は国スポに行こうですね。はい。場所が和歌山県紀の川市小川運動場 B で試合が開催されると。噂によると A の方で青年女子がやってるみたいで、今回は青年も少年も近いですかね。なんか全部一会場でやってるのかな。河川敷じゃなかったってな。あんまりないですよね、うん、同時にやるのはないんですけど、8月の17日の土曜日午前11時から奈良県ですね。奈良県と試合をして、はい、奈良県に勝ったら3時から京都府とやります、はい。でそこで勝てば日曜日の18日13時から、うん、まあ、決勝ですよね。決勝ですか。近畿の反対ブロックから上がってきたところと決勝をして勝てば本国スポに。本国スポっていうのそれ国スポちゃうの行けるということで、はい。で今回近畿ブロック2枠あるということで、去年は1枠やったもんね。大体1枠なんですけど、まあ、2枠が何年かに1回回ってくると、はい。で今年に近畿に回ってきたので、初日または2日目負けても敗者復活があると。でそこに回ると月曜日までっていう感じですね、はい。でもそれ負けちゃうと5試合しないといけなくなっちゃうんですよね。まずいですね。まずいですねありえない暑さなんで最近。そうですね、できれば3試合で終わりたいですね。まあ、おそらく今週も暑いでしょうと、はい。まあ、皆さんお気づきかもしれないですけども、我々去年行けておりません。はい、知ってます僕は去年の国体予選はベッドの上で YouTube 見てました。コロナでした。コロナでした。大変ご迷惑をおかけしまして。というわけでですね、はい、正真正銘のリベンジなんですよ。リベンジですね、今年は。しかも去年と一緒なんですよね。はい、奈良とやって京都とやるという。で去年はその京都でこけたんで、まあ、同じ感じで、うん、リベンジをできるということで、非常に大阪府代表盛り上がっております。うん、昨年は桃次郎プラス京都産業大学の内谷くんが混ざってたんですけども、そうです。今年はなんと他のチームから内谷くん合わせて3名呼んでおります。3名。ガチですね。いろんな意味で大阪選抜っていう形を取ってる感じですね、今年は。いい風、まあ、新しい風とでも言いましょうか。そうですね、まあ、3人入ることで全然雰囲気が違いますもんね。はい、全然違いますね。一応遠征行ったりしたんですけど、まあ、それもそれ楽しいですね。楽しい。でその3人は、はい、先ほど言った、京都産業大学内谷君と環太平洋大学、はい、こちらも大学生、上田です。僕は上田です漢字一緒なんですね。漢字が一緒だ上田いつきくんです。 IPU のキャプテンやね。はい、高草光大の次のキャプテンですね。はい。で最後3人目が大阪堺グローバルから岡龍太郎が、はい、こちらはご存知岡龍太郎。はい、皆さんも動画でね、まあ、普通に映ってますし、まあ、グローバルとも試合多いんで、はい、皆さんもご存知かと思いますが、今回の見どころといえばもうちょっと岡龍太郎がどこを守ったりしちゃうのかなっていう感じのとこもあるんじゃないですか。ありますね、うん。まあ、オールラウンダーですしバッティングもいいんで、どこまで僕たちを引っ張ってくれるのか。そうですね、期待してますよ和歌山県、まあでもそんなに下の方じゃないんですよね。そうだよね、大阪に近いというか和歌山でも北の方っていうんですかね、うん、市内が1時間ちょいぐらいかなで行けるみたいなんで、まあ、県境近くということで、はい、ぜひお近くの方は、もしくは予定が空いてる方は会場まで来て応援よろしくお願いします。お願いします。まあ、僕たちはね、大阪選抜として一生懸命大阪のために戦うのみですね、はい、強くて頑張ります。はい、頑張ってきます、はい。ではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。